もうただただ俺がもうちょっとできればあんな結果にはならなかったのかなっていう、本当にみんなに申し訳ない、悔しいっていうか、もう感情はそれしかなかった。昨シーズンは不完全燃焼感めちゃくちゃありました。俺らの目標は関東リーグを優勝して地域チャンピオンズリーグで優勝すること。自己満足じゃない、自分のやりたいプレーじゃない、チームが勝つためにやるべきことを徹底してた。また今日のと同じ話を言う、自分たちで使わない、自分たちで掴み取る、誰かが取ってくれると思う、自分が取ると思う。